いただきます。あれ？うん。ちょっと変な感じがするね。本当？どうしたのかしら？おかしな話ね。まさか。じゃあ、今のが？お兄ちゃん、気をつけてよね。でも、気をつけて、とにかく。ねえ、ちょっと思ったんだけど、原因ってもしかして通りさんが言っていた薬なんじゃないかしら。覚えてない？登校の時そんなこと言っていたでしょ。もし本当にそんな薬が出回っているなら、新種の疫病よりはありえそうな話に思えるから。お兄ちゃん、それに興味持ってるの？やめてよ、本当に危ないことするのは。
今は、でしょ？これから先も本気にならないでね。妹としてお願いします。今日はやめておくから。お兄ちゃん、やっぱり疲れているみたいだから。今朝も、帰った後も。うん。だから今日は。ただいまわ。はいはい、じゃあ手洗ってうがいしなさい。いただきます。お兄ちゃん、簡単だよ。ほら、おいしいね。お兄ちゃん、ついてるよ。そうだね。問題は何もないけど、やっぱり走ったりはまだダメだって。どうしようかな。
疲れてはいないんだけど。ね、前から気になっていたことがあるの。兄ちゃんに悪いのかなってずっとそう思っていたの。私がこんな風で。私、お兄ちゃんの時間使っちゃってるから。お兄ちゃん、友達ともあんまり遊べない。放課後になったらすぐに帰ってきてくれるんだもん。お外で遊んだりお友達を呼んだりしたいんじゃないのかなって私思う。でも何？みんな？みんなって？
そうだよ。私、普通の人と変わらないくらい健康になる。そうだね。うん、楽しみ。おはよう。朝食の用意できているから。